阿波克也、2023年12月19日、転覆クラッシュ。本日から始まった、四子組合設立56周年記念 BTS 市原カップです。第6レースに、登場の阿波克也。玉川協定に降臨です。チルトは阿波克也だけが 0.5、他の選手はマイナス 0.5 となっています。26日からは G1 クイーンズクライマックスが開催され、玉川協定自体が盛り上がっておりますが、阿波克ファンは今日も盛り上がっております。阿波克がモーターを回しました。気合満点です。さあ、いよいよ阿波克参上です。いつも通りワンテンポ遅く発進。ここで一気に加速。いつも通りです。前々節ではやや苦手の大村で苦戦しましたが、前節の若松では1着を含めレーンに絡む活躍をしております。コンフ氏はその勢いに乗り、地元東京での活躍を期待しております。最悪6コース前走の若松で半年ぶりの一発飛び出しました6号艇阿波克也です。さあ、以上6名6レースの予選競争です。スタートまで10秒を切りました。進入コースインから1番3ダッシュが有効力です。いつものようにターンマークギリギリの差しに入り、ポジション的には悪くないです。これはいけるかもしれない勢いです。しかしここで内から差して下がる阿波克。そしてサイド内から差しに入るところで余豪邸の石渡が転覆。そこで阿波克が石渡に激突。どうやら石渡は無事のようです。阿波克はその後自分で動きますが、タイムオーバーとなりました。最初のターンマークを回った時はいけそうでしたが、その後の展開がどのようになったのか興味深いところで不運なクラッシュでした。失格ではありますが、2人とも怪我もなく選手責任外なのでお咎めなしという結果でした。まだ明日があります。第1ターンマークの動きの鋭さに阿波克のいつか来る復活ののろしを感じました。応援します。男阿波克也。